ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの行きずりの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え、犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ。ええ、どうしてです。なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、カムロ町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した、そんなことできるんですか。だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ。まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと、橋木殺しの捜査資料とか詳しい死因なんかも知りたい。となると、ここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って、実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンデな。お前も行くだろ。ああ、もちろん。なんか俺ら出待ちされてたみてえだな。ああ、ありゃあ松金組のもんだぞ。なんでだろうね。ずいぶん殺気が向けられてるように。お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら凶霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。おい、早いとこずらかるぞ、タボ。ああ。ここに綾部の代理ってのがいるはずだ。どんなやつなんだ。さあね、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。あの、ちょっと。ん？もしかして俺のこと呼んだ？座って、隣。早く。ん？前にどこかで。冗談はやめてくれる？冗談って。いいから。それより場所はここでいいの？それとももっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理。とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前。真冬？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに。綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう。今朝
彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ。検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと変装したし、ここでなら大丈夫なんでしょ。ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神君を逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる、ありがとうな。じゃあね。誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。これ捜査資料か。橋木が殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん？じゃあさっきお前といた姉ちゃんが。俺も最初気づかなくて怒られたよ。よう、お前も見てみろよこの橋木の資料。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。でこれがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例の小野ってやつとだ。じゃあ橋木は創薬センターからわざわざ神室町まで来て小野と飲んでたのか。そこで何を話してた。さあな。店を出た後、小野の方は橋木と別れて一人でタクシーに乗った。で創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまり小野にはアリバイがあるってことか。あと木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で次はどう動く。現場の場所が分かったんだ。橋木が倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。海藤さん、悪いけど橋木の役頼める。ああ、この辺だったな。こうか。さすが、死体役のオファー来るよ。ふざけんな。半年前、平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、橋木はレインコートの男と口論し、その後
ここで倒れている姿が発見された。ショーノがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ、犯人は初めから橋木を殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか。まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう、タボ。事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもね。ああそうだな。クイーンルージュ